皆さんはランプの魔人というお話をご存知ですか？ランプをこすると煙の中から現れし屈強な魔人。ある一人の少年が家の倉庫でランプを見つけこすりました。さあ、何でも願いを三つ叶えてやろう。貴様は今宵何を飲む？ん？あれ？煙目に入った。あと2つか、なんか飲み込み早い。え、どういうこと？いや、普通はこういうのパニックになるから、願いって何とか、これどう、何が起こってんのとか、すごい冷静というか、ママにも昔から言われてた、たかしちゃんはどこか冷めたとこがあるねって、誰に似たのかしらって、あ、死んだパパに似たのかなってよく言われてた。あ、ごめん。全然、いいんだ、僕にはパパなんていなかったから、僕には昔からパパなんかいなかった。気遣うなんか、2つでもね、結構いろんなことが望みが叶うんじゃないでしょうか。何がいいかな、2つ。そうだな、お寿司が食べたい、お腹いっぱいお寿司が食べたい。可愛らしい願いじゃないか。たやすい願いだ。この少年にお寿司を授けたまえ。それイクラに現れマグロ、こんなの食べたことないや。いただきますと、わさび、わさびがいない。もう無理、取ってこれ、願いで取って。もう3つ使うことになるけど、大丈夫。もう無理だから、このサビは子供には無理な量のサビだから。あー、ごめん、この少年のサビを抜きたまえ。それおいしい。ありがとう、魔人さん。はーい。じゃあ、3つ叶えたということなので、わしはこの辺で。さらばじゃ、もこもこ。あー、ちょっと待って。え、さすがにじゃない？これで帰るのはさすがに。まあ、確かに。え、手応えあった？いや、過去一なかった。はい、お願い、もう一個だけなんか叶えてよ。まあ、こちらにも日がなかったわけではないからな。よし、じゃあ一つに叶えてやろう。何を望む？金銀財宝か何かか。さっきから思ってたんだけど、魔人さんってなんか声ダサくない？え、声？え、なんか普通魔人ってもっとのぶとい低いイメージの声だから、すごい甲高くて雑魚っぽくて嫌だ。だから願いは魔人さんの声をもっと低くしてください。いや、聞いたことない。魔人が魔人に自分に願い叶える声低い、聞いたことない。そんなんええから、もっとお前が叶える。いいから外せ、喉潰すぞ。子供こうは切れたら怖い。分かった、もうどうにでもないだ。ああ、わしの声を低くしろ。それこれで満足。すごくいいと思う、その声が。もう何でもよ。分かった。じゃあもう会うことはないだろう。さらばだ、もくもく。ああ、すごいな。ママ！あら、どうしたの、たかしちゃん。こんな倉庫なんかで。これ、ああ、懐かしい。パパが昔集めてた骨董品のランプね。まだ捨ててなかったのね。ママ、それちょっと、こすってみてよ。え、こするの？いいわよ。え、あ、目と口を押さえて。え、なに？もく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 、はっはっは、我が輩はランプの魔人、さあ、何でも願いを。え？え、どういう状況？え、いや、普通これ、一ランプ一つまでなんだが、これが。ママが、あ、魔人さんですか？お世話になっております。
あ、このパターンのやつか。たまにあるな、この一つのアカウント複数で使っていくみたいな。全然いいですけど、ネットフリックスとかでね、彼女のやつ彼氏が使うみたいな、まあまあいいですけど、はい、まあ、ママさん、じゃあ願い3つ叶えれるんで、なんか言ってもらっていいですかね。願い事3つ、へぇ、あ、この寿司は何なのかしら。あ、これさっきあの少年が、へぇ、お、何これ、サビが効いてない、入れてくださる。そうでしょ。このところは食べれたもんじゃないから、入れてちょうだい。一つ目願いはわさびを入れてちょうだい。なんでもよかった。じゃあこの寿司にサビ入れてください。はい、それ。あ、これこれ、大人の味ね。何やってんのさっきから。わさび入れたりとか。まあまあ、まあ、あと2つなんで言ってください、ママさん。うん、あと2つか。え、マジさん、これは何でも叶えてくださるの。あ、まあ、人の命を蘇らせるとか以外なら、はい。え、魔人さんってそもそも男性の方？あ、もちろん。え、魔人さんって100歳ぐらいなの？あ、もっとだ。え、1000歳ぐらい？あ、まあそれぐらいだ。え、グループで活動してた？してた。え、YouTube やってる？いや、アキネーターやもんね。アキネーターの魔人と、まあ、見た目似てるけど、あれちゃんだな。答え全部導く、あのマジとは一緒に住んどってもらいます。はい、あ、ごめんなさい。あ、じゃあパパの病気とかも治せるのかしら。え、ママどういうこと。パパは死んだんじゃ。ごめんなさいね、たかしさん。たかしさんには黙ってたんだけど、3歳ぐらいの頃かな、たかしさんがパパが不治の病に侵されちゃって、もうしばらくしたら喋れないし動くこともできないってなっちゃったの。だから今遠くの病院でずっと寝たきりで入院してるんだけど、パパがね、どうせ動けない、喋れないならもう死んだことにしてくれって、たかしを悲しましたくはないからって。黙っててごめんね、たかしちゃん。そうだったの。そうだったのよし、病気ならまだいけるはずだ。この者たちの父親の病気を治すたまえ、そうめ。治ったはずだ。本当に？じゃあここに呼んでくださる。怪しい願いだ。この者たちの父をここに呼びたまえ、そうめ。これは一体どういうことだ。動ける、喋れる。パパ、あなた、お前たち、奇跡が起こったのか。パパの声が低くて好きだったってわけか。願いは叶えてやった。さらばだ。あ、ありがとう。パパ。どうしたんだ、たかし。このランプ、こうしてみて。